ダメじゃん。一番下まで行かれたの。失敗しないっしょ。大丈夫っしょ。三度目の正直っしょ、うん、ね。大丈夫。うまい。こんなに風に追いかけてくるんだね。ここもだ。超怖いじゃん。何この人は。よし。完璧でしょ。怖い。完璧。完璧。あいつワープできるのかな。わかね。自己セーブ。怖かった。で、地下。ん？ここじゃない地下。ここの話？ほら。地下への道だ。連打しすぎだよ。動揺している手が。なんもないよ。でも今会ったばっかだからしばらくなんもないはず。 めちゃめちゃあんじゃん。え？あ、ダメダメダメ、あれダメなやつ。あと2周。え、違う。え、右は右は、こっちなの。怖くね、これ。なんか絶対食うやろ、これ。右の上は、え？なに、お父さん。お父さんじゃねえよ。なんでお母さんがお父さん。めっちゃ見てる。どういうこと。え、なんで今どこ映し出してたの。シャワー。うん、死んじゃったわけじゃない。うん、下から覗いてたんじゃない。下の、あ、そういうこと。溝から。怖すぎでしょ。こっち行くしかないわ。どうです。まず、その子触れないで行こう。その子触れるしかないのか。しょうがない。人形だよ、これ。あ、リノ。あれ？妹じゃない？うん。あれ？何？どうしてなの？もう訳がわからない。リノは、なぜ？全部お前のせいだ。全部お前のせいだってさ。人形になる、これ。こいつ捕まっちゃいけないっすよね、もしかして。ほら、音が追いかけてくるよ、絶対。ほらほらほら、捕まっちゃいけないっすよ。捕まっちゃいけないっすよ。ほらほら、言ったじゃん。あれ、待って待って、俺初めからでしたでしょ、今これ。戻りたい。セーブしなきゃいけんでしょ。ちょっとカメラ止めて。妹に捕まるな。はい、行こう。捕まれるって言ったじゃん。まあな。どこだっけ。もう左。そしたら動く前にセーブしとけばいいんじゃない。大丈夫じゃない。全部お前のせいだ。全部お前のせいだ。なんとなく分かった。この音が鳴ったときはそういうことなの。うまい、うまい。で、右。もういい。ああ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 今のはビビった。今のはどうやって逃げます。まんま、まんま下がるしかないですよ。そうだね。心臓が今痛かった今。ねえ、クラゲもガン見だったね今。やばかった今。いや、ちょっと。エリナちゃんの声でびっくりした。怖い。よし、もうわかった。怖い。よし、じゃあここから、エリナちゃん。え、やだやだ、無理無理。わかんじゃん、無理無理。いや、びっくり、心臓、心臓が俺だって。
で、一回全部お前のせいだ。全部お前のせいだ。うまい、うまい。いいよ、よし。待て、次だ。セーブする、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 セーブする。記録。あ、ノー、ノー。上がったらノー。椅子行けば、何今の椅子、何、何、椅子、椅子が出てきて、今扉の前に。もう大丈夫、もう大丈夫。あれ、なくなってる、ほら。椅子がないの。椅子があったの。ね、あったよね、クラゲ。ね、え、あった。分かった。ここに椅子がポンってできたの。そこに。ほんと？ないよ。え、あったの。椅子なんてないよ。あったよ。ねえ、あれ？セーブだ、セーブ。セーブ。え、なんだ。あったよ、なんか。ない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 。戻ろ？ありませんでしたよね。たたりそのもの。おばあちゃんじゃないこれ。お前も、お前の一族もみんな死ぬ。お前が真実を探ろうとした、その瞬間から決まっていた運命。なぜ真実を探ろうとした？真実を探っちゃいけないの？私には全くわからない。その答えが、答えこそが真実。私が語ってはいけない。おしろ！あ、妹。え？みんな死んだよ。なんで？そうそうよ。今まで全部死んだ亡霊。え？みんな、みんな本当はない。え？え？何？ないない。え？あ、ビンタした。叩いた？消え、消えって怖いね。真実を教えてやるからこっちに来いよ。待って、歌のまま、もしかして逃げるのか。ほら、 え逃げられたんじゃないの。でも動かなかったよね。いやいやいや、動いたよ。押しっぱなしだったからじゃない。じゃあどうする。動かないよ、最後は。動かないでしょ、ここが、うん、うん、右、うん、いや、ピンタするまでいい。うん、ピシッ。あ、まあ、もう、もういい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 よ。どっちがもういい。こっちに来いよ、だから、うん、うん、Z 押しても下だよ。ほら、動かない。次、次、連打じゃなくて、連打。いけた、いけたけど、いけたけど。何、何、いけたけど。いけたけど、Z 押さなきゃ外出れないじゃん。何やってくれてんの。下だけ押し、下だけ押してんじゃんか。下だけ頑張って押してたけど、Z 押さなきゃ出れないじゃん。当たり前だよ。何やってんの。すいません。すいませんでしたね。大人の対応。大人だ。すいません。すいませんでした。これさ、下じゃなくてさ、横行けばいいんじゃないの。横行くの、やってごらんなさいよ。じゃあ、わかった。うん。ゴーデスさんが言うから。何も言ってねえよ、俺。何も言ってねえだろ、これ。ピシッ。これ怖っ。警察に頼ることにしたのだ。初めからそうすればよかった。そうだよ、そうしないよ。うん。え、現在私は殺人の容疑で刑務所にいる。出口のない密室に。あら。え、これ、あれじゃない？バッドエンドなんじゃないこれ。私はみんなを殺していない。なのに捕まっているのだ。なぜなぜ、真実を探らないといけない。これ、ダメなパターンのやつだ。真実がわからなかったってこと？うん、ほら。
精神異常者みたいなやつだ。監視ビデオだね、これ。エンドロール。いや、あの最後のやつの時に、うん、右に見えるんじゃない、もしかして。あ、扉の外に出るんじゃなくて、出るんじゃなくて、右のあそこのシャワー室は何もなかったもんね。何もなかった、何も意味がなかったもんね。だからさっき私言ったじゃん、椅子でできたって。さっき手が追いかけてくる時に椅子出てきてないの。誰も見たって。ちょっとさ、見てみよう。ちょっとさ、成分残ってるから見てみよう。そこやってみよう、もう一回。残ってんじゃん、ちょっと前のやつ。ダメ？こういう終わり方で OK ですね。ええ、これは何？これ何パーセントとかそういうのあるんですか？ちょっと実は、うん、前に、うん、その病院の前にね、うん、ちょっとだいぶ前に、うん、日本人形の時に、うん、信じる信じないみたいな選択肢があったんですよ。その時にルートが分かれるみたいで、ほう、信じるってやったので今回病院編に来たわけですね。ほう。それを信じないにしてたら、別のルートがあって、うん、そっちはそっちのまたエンディングがあるみたいですね。で、じゃあそこがもしかしたらハッピーエンドになってたかもしれないってこと？うん。真実が本当に分かんない、こっちは。うん。じゃあそこまでもう一回エナちゃんに進めてもらっていいかな、来週まで。やだ。はい。やだ。命令やろ。だってこれゴージャス動画だもん。だから俺が頂点に君臨してるから。そう、本人がやっぱり直接やることに意味があると思うから、うん、ゴージャスさんがやってゴージャス動画って胸張って言った方がいいと思う。ちょっと待ってから。繰り返し警告します。このゲーム終了後、自身の周りに理論上説明不可能な現象が起こっても、制作者は一切の責任を負えない。一度、視線を感じないかなと。本当に怖いんだけど。冗談でやってんだよ、こっちは。冗談でやってんだよ。本当に怖いんだけどじゃない。はーい。いやー、そうなのか、うん、じゃあこの別ルートのエンディングをやってくれるのはあなたです。クリアしたら、その画像を全部エリナちゃんのツイッターまで。やだやだやだ、怖いからやだ、やめてね。途中やられても、途中やられても、ほんとに何だったんだろう、ちょっとなんか本当に気になるな。じゃ病院じゃなくて、楽しいだろ、病院じゃなくて違う、うん、お家だったかもしれないってこと、そういうことだよね。違うルートがあったってことだね。そのまま魔界に通じてるルートってことね。地獄ルート。まあでも2つある、うん、ね、ルートのうち1つを知れたわけだから、うん、まあね、こんな感じでございますね。うん、ビビったね、最後はね。ビビった。俺だったらその手の出てくるところで心臓まだ痛いもん。びっくりしてる。びっくりした。手今日なんか3回ぐらいあった、びっくりするとこ、うん、ね、うん、すっきりする。叫ぶとさ、気持ち的にすっきりする。まあそうだね、ストレス発散というか、うん、最後はこの華麗なる裁きで、あの顔お化けから逃げたいと思いますね。じゃあ途中逃げてよ、右に逃げてよ。右にシャワールーム、うん、そうそうそう、間違えた。何もできないから、本当に。ピンタ。でも、かわいそう、歌の、本当に。おばあちゃん、おばあちゃんの真実も知りたかったね。全然、
持ち物とか全然何も使ってないし。逃げれこうか。無理だよ、ほら合ってたんで私ので。無理でした。バイバイ。ありがとう。